どうもピアキングです。今日はいろんなコースやっていきます。トロール×ブループラネット。説明文にトロールとブループラネットを混ぜました。トロール×リフトプラットフォーミング、テイクオーですが良ければ遊んでみてくださいって書いてるんですよ。リフトプラットフォーミングっていうのはリフトを乗り継ぎながら進んでいくアクションコースなんですよ。そのアクション要素と騙し要素を混ぜたみたいですね。いやこれさ、すげえ面白そうな予感しない？新しいトロールコースの世界が見れるんじゃないかな。だがゴッドキングさんよ、どんな騙しコースを作ろうか、キングの座は譲れんかんだ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.14%。 あ、ちょ危ねえ、消すところだった。危うく危険試合するところだったね。いや待てよ、消した方が勝ち逃げできるっていうことになりませんかね。あ、ピオキングのマークになってる。あー、開幕ピオザカーだー。いやめちゃめちゃ嬉しいね。今回コースの全貌とか見てないからとんだサプライズですよ。さあここにパワーブロックが落ちてきたのが見えた。なんかピオキング怒ってないか。めちゃめちゃ怒っちゃうように見えるけど。さあここはオンオフをして扉に入る。まあここまでは簡単だな。まあ、クリア率も結構ね高かったんだけど、この度数はどうするの。右にダッシュしていいってか。右のバー乗れる。このストーカーが。これは騙し要素も何もないよな。ただ僕が下手くそだっただけです。じゃあ右にジャンプしのすぐドアの方に行かせて。なかなかやってくれるね。でも最初にピオキングのマークがあったから許しちゃう。今絶対やられたと思ったよな。さあオンオフを何回ぐらいしとく。いや3回ぐらいに。これでオンオフが変わるよね。で右にジャンプ、そしてここ入れませんけど上からジャンプしていけってか。さあドアに入ります。よしで、うわ普通に行かせてくれると思えね。でももう普通に行くしかないんだ。上から何かアクション要素とトロール要素が混ざったらこんなにも面白いんだね。じゃあこの砲台を避けてドアに入っていく。さあさあどんどん来てもいいよ。もっと罠が来てもいいと思ったら中間ポイントが来ちゃった。あれ、ぬるいのかなこのコースは。さあ鍵を取って。こんなの罠じゃん。なんでジャンプしたんだよ。先に鍵道があるわけでもねえのに。なんだよクリマンジュ、お前はこっち見んな。いい加減にさ。隠しブロックだ。このコースは大量に隠しブロックを隠してやる。そうだろゴッドキングさんよ。面白い、神キングだけに1000個のコインを神隠しってか。しょうもねえことで笑ってんのは僕だけなんだよな。ハク、ドクロに変わってるよ顔が。私は空を止めることができるのか。ハク、その背中に乗せてよハク。あれ、助かったよハク。もう一度乗せて、乗せてよハク。私はハク、君を見捨てるよ。おハクソ。ここは下に床があったんだよな。だからこのまま行っちゃっていいんじゃない。あのドクロハクはもう乗れないでしょきっと。全部隠しブロックがあるもんね。さあ右の土管に。土管に入れませんね。分かった、ここさ靴を脱がなきゃいけないんだ。ちょっとピョンピョンしてるもんね。それで土管に入れなかったんじゃない。さあこれで入ることができました。ノーじゃねえんだよ。助けて助けてハク、僕を背中に乗せて。何言ってんだろさっきから。全くひどい男ですよハクっていうやつは。女性しか背中に乗せないみたいですね。ハクだけに白状ってか。絶対上から何か来る。ブラパが大量に落ちてくるんじゃない。もうにゃっにゃっにゃっやったゴールじゃん。頼む THX。 てめえハク、クリスマスだ。バカか俺は。さあこの先にゴールがあったんですけど、急いで行けっていうことかな。砲台が来る前にこのままジャンプしていっちゃうか。やださ。いや今回はハクトロールでしたね。リフトとトロールをうまく組み合わせた最高のコースでした。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、カスタムボスコロシアム。説明文にファイトセブンカスタムボシーズって書いてるから、7体の改造されたボスたちを倒せっていうことなんじゃないかな。で普通は7体って言ったらクッパ七人衆を想像すると思うんだけど、サムネに敵キャラが乗っちゃうやん。あの子らを改造したっていうことやと思うんですよ。どんな風に改造してるかめちゃめちゃ楽しみだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.65%。これは一筋縄じゃいかないんだろうな。普通の弱い敵とかもさ、ブラバが下とか上にいるだけでめちゃめちゃ強くなるもんな。さあ始まった。最初にフロアを取らせてくれんのか。で鍵ドア入ります。うわなんか緊張するね。どんなカスタムしてんの。カスタムカスタムなのかこれは。普通に雲の上にワンワンがいるだけじゃん。じゃあ犬ちゃま
C か C もう分かったぜ。右にパウがあるでしょ、行ってやで、左にパウがあるでしょ、これを交互にしてったらいつかは鍵が手に入りますみたいな、多分そういうことだと思うんだよな。いやこれどんだけやったの、いよーし、まあ、こっち来んだよ、キャー。いやこれ右に行けない、このままディフェンス強すぎない。オッケーオッケー、さあここもジャンプして越えていく。で左はもうなくなったね、オッケー、ここは簡単に抜けれた。あと6体もいんのか、これ最初の敵でしょ、これ2体目強すぎない、このパックどういう動きすんの、なんだそれ。このブラパの動きは反則でしょ、めちゃめちゃ速くなかったいつ左に行けんだよ、もうそんなわからんけど、もうこっち来るだけなんだ、うわっこれもう大好きすぎだって、やめてよ。めちゃめちゃ追いかけてくるんだよな、このブラパ。だから追いかけてこないタイミングが絶対あると思うんだよな。あ、わかった、これ右の方、片っぽだけの方を叩き続ければ結構簡単なんじゃない、ここで、ね、いつだからこのタイミングがわかった、1,2,3 のタイミングでめっちゃこっち来るわ、1,2,3 OK、 1,2,3 いいね、もうね攻略構成分かっちまえばもうこっちのもんなんよ。いやでもね結構こっち来ちゃうんだよな、で何体倒せばいい、よし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 、さあこれで鍵ドア入ります。さあ次はもうそろそろ中間ポイントでいいよ、オンオフをしてドアに入れてかドアに入れろよ、なんだよそら、クリボを倒していけみたいな、分かった、これ何回もオンオフをして、あ、やっぱりそうだよね、カードの甲羅を倒して鍵が減ったみたいな、ごめんね今ちょっと噛んだ。さあここでクリボを倒す、まあ左のこのクリボを避けだけはねそんなに難しくない、今ちょっと当たってしまいましたけど、この真ん中の方に追っておけば全然大丈夫だよ、いってや、やべ、チリになっちゃった、あと2回、あ残り2体まで来たんだけど、チリ状態でいけるかな、これチリ状態めちゃめちゃきついよ、意外とクリボーが出るタイミング早いんだよな、あの、いやー、まダメでした、しゃ、ファイヤーを残した状態で残り2体まで来たぜ、これさ結構簡単そうに見えるでしょ、ファイヤーでクリボーを倒すだけみたいな、でもね上のパックンが出してくるヒルがあるじゃん、そいつがマジでピンポイントに狙ってくるから意外と難しいんだよな。さあ鍵が手に入った、いやなんで鍵手に入ったらさその扉入れさせてくれんじゃないの、でももうこれで余裕余裕余裕、よしさあ中間中間やったエチコイじゃねえんだよ、しかも取らせてくれねえのか、まあまあ中間取れただけありがたいね。で次は何、このパックンどもを倒せてか、もう無理ゲーじゃん、もう無理ゲーじゃん、こんなのもうファイヤーなくなったしさ、これとりあえず上のオンをしてみようか、オンしたら何が変わったんだよ、とりあえずこのファイヤーでさパックンたちを倒したいのよね倒せないのよねもう終わったね、これ全然クリアできないってあんま、ね、だからふざけていこうどうにかしてマジで倒したいんだよな、上のパックンチョたち、このパックンチョたちを一匹でも倒せば、よし一匹倒したね、一匹倒したところで何も変わってねえよもういいな、すぎだってオンオフを何回かしたら鍵が手に入るってか、あと1回、まだまだここ危ねえ、もうずっとチビ状態のまま頑張ってる、やった来た、早く早く入れさせてしゃ、なにこれ、今度どうすりゃいいの、誰だよお前は、これも普通に倒そうか、よし倒したね、倒して、倒してどうするのこれ、倒してよかったっていうか、上見ておこうか、上は特に何もない、このチョロプーを倒せはしないよな、一旦ファイヤー当ててみようか、あやっぱ当たんないわ、工具に乗っていけとかそんなんなんじゃない、ちょっと乗っててみようか、いや絶対そうだ、これめちゃめちゃ薄いじゃんだから工具に乗ってジャンプでオンオフを何回もしろと、いやこれはね下のこのクリボーを倒したらいけなかったと思うちょっと一旦これやり直しとしてクリボーがいる状態でやってみる、さああのパックン地獄を抜けてきましたよ、このさブラックパックの上に乗っててこういう風にしていけば、お前邪魔すんだでもそうだよね、こういう風にしていけば全然簡単にクリアできませんけど、ちょっとパックン邪魔すんだって、やっぱりさ倒しておいた方がいいのかな、もう他のとこんな感じで頼む、お前暴れんなって、そんなにはしゃぐなって、右に行け右に、そうでジャンプ、工具もいいところ出てきてんじゃねえよ、なんだよそこ
中途半端なところに乗れた。みんなこのコースさマジで激ムズ、本当にムズすぎる、やばいねしたことを後悔してるよ僕。さあここで乗る、ちゃんと乗れ、よしよしよし。これ何回すればいい、上にクリボーが何体かいたよね、そのクリボーたちを見れば何回すればいいか分かると思うんだけど、今度は左行ってくれ頼む。そしてジャンプ、よしいいよ。で、あと3体か、オッケーオッケー。3体ってなんか言い方おかしいな、変態みたいな言い方になってしまった。はい、ガビよし、であと何回、やべえチリになっちまった、はっ、吐ける、よし、あと1回すればいいんだ、ここオッケー、邪魔だ。みんなあと2体のところまで来たね、これであと1体簡単にクリアできるでしょう。僕は今ファイヤー状態だもんね。これジャンプシーロ、もう土管入っていこうか、カロの甲羅入っていっていいかな、土管じゃないドアね。いやここマジで難しかった、もう中間欲しい。え、何体目これ、ラスト、ちょっと何こいつこれどうすりゃいいの、倒せるわけねえじゃん。これ上に行ってみようか、インディアロード上に行けってか、ちょ、もうやめて頼む、もう一回今のブラパンところしたくないんだって。だってあーあで、多分あのね4つのハテナブロックを叩けば終わりだとは思うんだよな。ここで右、よし、あと2個、あと2個、こっから行こうか、頼む、ただかして、もう下のガリガリが怖い、まずはここどこ行ってんだよお前お前がガリガリに当たるなんて、今もじゃ残り1枚までやっときたね、しかも今回は記録状態、これで取れればよしめちゃめちゃ苦労した、マジで馬だあんの、おいって本当にやめて、どうすればいいか分かんねえし、でこれを、何どうすればいいか本当分かんねえ、えあ、オンを振ってればいいだけか、はいはいはい、これを避けるだけ、いや結構難しいなこれも、もうこれあと1回当たったら終わりっていう感じでしょ。あ、鉄球でこの魔法みたいな消えんだね、いや消えるのはいいんだけど何回、よしこれ一発でクリアできそうな気するわ、はいはい、もうね本当にこのコースヒーとかハーぐらいしか言えないんだよな、めちゃめちゃ集中してしまう。で今これ4回目だね、いや結構ねこれは簡単な方だと思う、さっきの花ちゃんとかの方が全然難しかったね。でこれで5回目、オッケーオッケー、もう何回あんのよ、もう3回ぐらいでいいじゃんか、このコース作ったやつどうかしてるぜ本当にもう難しい、一旦ここで魔法陣を消しておけ、そしてここでオンオフすれば問題ないんだ、いやこれでいける、よしよし、あと1回じゃな、あと1回であのブラパンが落ちてきたら大丈夫、大丈夫、出してる、それもう終わりでいい、やった、これ終わりなんじゃない、絶対そうだろう、ナップだけ取っておこうか、裏にクリボーとか隠されてたらめちゃくちゃ面白いんだけどねここでやられますみたいな、ゴール、やったーしゃしゃしゃめちゃめちゃ難しかったこれ、二度とやりたくないコースですね。でも本当にすごい面白いコースでした、腕に自信がある方はぜひやってみて、多分ここまではやられないと思うから、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、2画面全自動かっこ笑、説明文に4月1日エイプリルフールですね、今回は少し変な全自動をどうぞって書いてるんですよ。いやサムネを見る感じ何もないよね、上から何かを落とすだけで全自動コースを作ってるんかな、それだったらめちゃめちゃすごくない、ただねちょっと気になるところがエイプリルフールに作ってるんですよ、だから全自動は嘘ですみたいなさそれだったら僕は怒っちゃうよ、まあやってみるまでわかんないよな、それじゃあやっていこうか、クリア率は 41.05%、 まあクリア率がね 41% ってことは全自動だとは思うんだよな。でコインを256枚以上取ってからゴール、え、コインめちゃめちゃ多くない、え、この状態でどうやって全自動なのかなうわ、これ本当に全自動っぽい、うわ、すげえこれはもうすごいとしか言えない、あ、2画面って上の画面もあんのね、で、残り2秒、もうすぐゴールできるんじゃない、残り1枚からのゴールこれは本当に素晴らしいね、まず地上にいたのにさ上にやりつつ全自動を作るって、私感動しましたよ、ごめんなさいね、嘘なんじゃないかなって言った僕を許してください、だってエイプリルフールって書いちゃったやん、絶対嘘っち思ったんやけどね、まあ本当に素晴らしく新しい全自動でしたね、どうもありがとうございます、そしてご視聴ありがとうございました。